はい。皆様、今回もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。今日は7月の6日、水曜日でしょうかそうでしょうね。水曜日でしょう。えー、昨日の夕方に届きまして、皆さん。じゃん。折り曲げ現金でございます。そらそうでしょうね。 まず折り曲げようというのが大変なぐらい、なんかこう分厚いものが入っておりますけども、つい最近ね、他のグループのものもこうやって買いました。何でしょうってやりましたけど、何でしょうって言ってももうお気づきの方も多いんじゃないかなと思います。まさかね、こういうものを買うことになろうとは、 一年半ちょっと前の自分が知ったらびっくりするでしょうね。それでは、ちょっとビリビリ音がしちゃってますけど。開きました。行ってみましょう。今初めて開けます。せーの、ほッとこうね、出てくるかと思いました、ね。せーの、はい。<laughs> じゃあ行きましょう。<laughs> いらないですよね、こういうことね。せーの、ドゥーンあ、裏だった。じゃん ジャニーズフェスティバルサンキュー2021ハロー2022です。まさかですね、本当に。こんなことになるんですね。初めて見ました、今。いいじゃない。すごくカラフルでいいじゃないですか、これ。いや、なんでこんなことになるんですねって言ってるかというと。 えーまあ、何回もね見ていただいてる方は聞いてる話かもしれませんけど私は「歌レポ」というのをやり始めたのが去年の1月14日なんですよまだ1年と半分ぐらい1年半ぐらいその前までももちろんね私は歌の先生ずっとやってましたので、えー、いろんなテレビ番組見ながらね家でこう見てたわけですけど家テレビ見ながら家で見てたっておかしいですねいろんなテレビ番組見てたんですけどもう本当に誤解を恐れずに言うとジャニーズの歌をもう飛ばしてるぐらいな感じだったわけですよ。 えー、それなんでかっていうとまあね、えーまあ、私の偏見ですよジャニーズの人たちというのはもう見た目がかっこよかったりね踊りがうまかったりっていうところがやっぱメインで、まあ、歌というのはねちょっと怖い言い方ですけどちょっとまあおまけで歌ってるみたいな印象を持ってたわけです私はいなんですけども、えー、その京本大我君という子がですね FNS 歌謡祭というフジテレビの特番で、えー、安全地帯のじれっ体の曲を歌ってる時にですねうわっ聞こえてきた時にうわっってこうなってなんだこの子はって言ってみたらジャニーズだったわけですよそこからあらと私の印象が変わってきましてじゃあタイガー君という人は何,何のグループにいるんだろうと思ったらストーンズというグループだったでそこにジェシー君という子もすごい私が最初に聞いた時にうわっってなって。 あらら,ら,ら私の印象とちょっと違うぞということで SixTONES の楽曲を聴き始めたらあれれれ結構これみんなうまい子がいるぞということに気がつきましてで SixTONES をいっぱい聴き始めてでその後はあれあれよく聴いたらニュースもうまいぞとかジャニーズ WEST もうまいぞとかってなってきてそしたらねあれ嵐でどうだったんだけどいろいろ聴いていくうちに大野君めっちゃうまいぞとかですねなんかどん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 いろんなグループ えー、特にジャニーズのねグループのこう歌声レポートというのをさせていただく機会が増えていきましてでその都度ね、えー、じゃあ CD 音源も聴いてみたいライブ音源も見てみたいライブ映像も見てみたいということでもううちにねすぐそこにあるんですけどもジャニーズの CDDVD ブルーレイの山がドワーッとこの1年半でめちゃくちゃ増えたわけなんですけどもそれのもうね <laughs> 私からしたらもう。 超てんこ盛りイベントなわけですよ、これで。去年の12月30日にこれがイベントがあったということももちろん知ってますしこれをまあ嵐の松本潤くんが全部プロデュースしたという話も知ってます。でその時に配信があったことも知ってますし皆さんからジャニーズファンの皆さんがコメントで「えー、今配信見れますよ」ということもたくさん頂い,いておりました。で見たい見たいと思ってたんですけどもいよいよこれが発売されるということでもうなんかもう気が付いたら。 購入してたんですね私、恐ろしい話でございます。ということで、えー、たくさんのジャニーズのグループが、この去年の12月30日にライブで披露したパフォーマンス、歌声をですね、私はこれを見させていただいて、改めてまたジャニーズグループの凄さというのをきっと知ることになると思うんですけども、ちょっとピリピリごめんなさいね。はい、今、開けております。見たらわかりますか。はい、開封の儀と私がよく読んでいるやつですね。で、これは、ここにシールが。 ね、ついてますでこれも保管用の袋にもなってますからこれはまあシール取らないでねこのままここに毎回入れていったらいいですよねいやージャニーズフェスティバルを買うようになりましたね私もいよいよさちょっとこれはね、えー、皆さん買っていただいて楽しむものだと思いますのでこの中身はね私が今見ますけどもあ曲順が書いてあってあーなるほど スノーマン、ストーン、うわ、いいね、ストーンズの。いい写真。<laughs> いい写真。詳しく言えないですけど、いい写真ですね、これね。そして、キングプリンス。ジャニーズウエストえー、ABCZ。セクシーゾーン。うん。そして、キスマイフット2。いいね、これ写真もまた。えー、平成ジャンプ。あ、なんかこう、高いところにステージが行くのかなカットゥーン。さらに、 患者にエイト。すごいな、これ。ニュース。豪華ですね。イベント、なにわ男子まで来ました。そして、キスマイフトツーと A D、ABCD あ、この辺はだから、ちょっとコラボになってるから、これあんまり見ない方がいいね。後で楽しみに。あ、キ,キッキーツ。はあ。そうね、キ,ンキッキーツもいますよね、そら。はい、この中は何もございません。はい、手品しみたいになってますけど。さあ、そして。 この後ろ側にも、ね、曲順が書いておりますさあさあ,あのこの中にもあるじゃんこれもあこれまでね曲順とスタッフさんとあ,あとジャニーズフェスティバルサンキュー2 0 2 1ヘロ l ヘローだってハロー2 0 2 2のみんなのグループとそれぞれの名前が英語で書いてありますねさあそれでは皆さんね やっぱり開封の儀だけじゃねちょっと私も早く見たいんでどんな風な展開になってるか全く知らないんですよ私ここにまあ曲順は出てますけどどんな風に始まってどんな風に終わるのか全く分かりませんが早速ちょっと見てみましょうか、まあ、でも曲のタイトル見たら大体ねどのグループの曲か分かりますよ私も。 えー、たくさんいろんなの見させていただきましたので、<laughs> 言えないわ。いただきましておりますので、ちょっと日本語おかしくなってきた。今私のノートパソコンが一生懸命ブルーレイディスクを読んでおります。最初はオープニングって書いてますので、オープニングなんでしょう、きっと。で、これ最後の、スマイルがまた見たいんですよ。私はこれね、スマイルの楽曲の、えー、CD に入ってるあの、 レコーディング特典映像で一人一人こう歌唱をね勝手に解説していくというのもやらせていただいてあそこでまたいろんなねジャニーズの歌うまの人たちを知ったわけですけれどもさあそしたら今ちょうどね再生が始まりまして JSTORM というやつからねそして字幕スーパーがあるんですねじゃあ字幕スーパーオンにさせていただいてそしてとりあえずプレイオールでいいですかね ジャニーズフェスティバル3ー2 0 2 1ヘロ l 2022と書いてある白いロゴね。はい。黒い影の入った白いロゴがあって、今じゃあプレイオール。一回チャプターセレクションをしたら、これと同じ順番で、はい。白い文字が出てきますので、じゃあメインメニュー行って、じゃあプレイオール行きましょうか。とりあえずね。それでは行っています。どんな感じで始まるのか行ってみましょう。再生、ポンいやー。 これすごいね。東京ドームですか2021 12 30年月という文字が出てきましたよ。東京ドーム。そうだ私の質問に答えるかのように東京ドームお客さんの温かい拍手が聞こえてきておっピュッピュッわレッツゴージャニーズフェスティバルという文字が出てこの辺も全部松潤がいろいろやってるんですねきっと演出を。ててってってっててて誰かが歩いてる感じがおここに。 平成ジャンプ。これ会場で流れてるんですから、きっと平成ジャンプって出てきました。お客さんたち、キヤーじゃないですか、この映像で。さあ、そしたら今度はキスマイが出てきましたね。ビリヤード台のところをみんなで囲んで。ショウショウショウタイ、ショウタイ、なんかラップが。お、打ちました。藤ヶ谷君がボールを打ったところで、画面が変わってさあ、ストーンズだ。 <laughs> ジェシー君面白い髪型してるストーンズストーンズこっち見てジェシー君がカメラを動かすと今度はゲームセンターみたいなところにおこれ ABCZ ですね塚田君がそして河合君が映ってます ABCZ そしてジャニーズクエストのところの画面に行くとなにわ男子大橋君がそして敵が現れたあなんかジャニーズフェスティバルって言ってるね これ誰かかが歌ってんのかなさあドラクエのようなこう戦うとかね呪文とかいうコマンドが出てる中でなにわ男子が動いてさあそしてそこに今度ニュースの3人が出てきました <noise> さあそしてブラウン化のテレビの中には今度はこの4人組はセクシーゾーンでございます髪型がすごいオールバックになってるね <noise> 風 中島健人君がカメラをふっと下ろしたら今度またブランカのテレビから画面が出てきてカーペットを映して暗い中から今度外に移動したかと思ったらスタジオ移動しただけですね今度はこれ「患ジャニーエイ」とかこう撮影してる風の映像が映ってますよ「ジャジャジャニ」「ヘイヘイジャジャニ」「ヘイヘイ」さあそ今度は中丸くんがいるということはこれカットゥーンまたビリヤード台ですこれもね たったって似合うね上田君ビリヤード台がすごいさあ亀梨くんが今度ボールをついてさあここに残っているのは五人キングプリンスみんなでなんかピザみたいなの頼んだたさあそして翔くんがカメラをずらして今度はジャニーズベストもう桐山くんですぐわかりますね浜田君大丈夫あれマ、まあ、スタードめっちゃかけてるけど さあそしてでっかいゲームセンターの画面行くとさあ来た k i n k i k 剛君浩一君がこうね車のゲームのように二分割されたとこにさあ剛君も運転してます「タタタタタキンキーケース」と書いて2画面で剛君の浩一君映ってさあ今度はこれあスノーマンね人数がいっぱいいるなと思ったらスノーマンでしたさあそして ブラウンカーの中にジャニーズフェスティバルという文字が出てて一人一人タカ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 タとルーレットのように一人一人が映ってダーンとジャニーズフェスティバルさあお客さんの声が拍手だねキャーは言えないですもんねこのご時世さあ DD ということだこれスノーマンすごいお客さんの白いライトが THE TIME HAS COME さあ来たよ来たよ DD とジャニーズフェスティバルと大きなロゴのね 前で急にいる。はいやーダンスインナーナバイト Hey, you let me go! かっこいいねトゥク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 トークトゥ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 いト e クトゥク o ゥクトゥクト e クトゥ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 トトトトトトト さあ佐久間大輔ちゃんと一人一人名前が出んなさあ宮舘亮太くん舘様ジャープタイプラブハウ阿部くんリューノリソリンスワセレベイいいね深澤くん気がつかなくてはないねおラウールくんすごい首が動いてさあ向井くんシャルシャルシャイ,ルシャイル何色でもきっと答えはいつも君と共にある Get love it's time to birth

難しいで、急に上ですごいねラウルくん動きが素晴らしいさすがにダンスのキれが素晴らしいでっかい階段の前で9人がラウルくん真ん中でデッデッすごいキレッキレでかっこいい9人かっこいいさ来たナビゲーターはこれストーンズですよ

これ、いいんですよ、この踊りがね。かっこいい、北斗君。決まってましたね。じゃあ、シェイ君、発音がいだモノメごくナフィガイダー、きれなメロディーとって。シャッそうか、ちょっとこの辺はね、曲が短くなってますけど。 そうか、ステージがいくつかあんのかな待って。恋ふる月より君思う。キャメルハッピー。さあ、キンプリ。なにねずっと、なみ、なみ笑、わら。岸君。ないよ。いたずららや君。いいね、綺麗な声。ああ<ー>、蓮君んん。いつか、テイクアウトゥーサムー。 さあ君「交わる恋のうちょと低いね結構「絡まる思考を変えろ」「おいえファインアンサいい発音高橋海人君「重なる視線はま綺麗な声の響き高めの音がき麗に響く音ね」 Oh yeah, it's a romance. お手読も出てる。神宮寺君。君らしくキスたさん。僕らしくキスたさん。うわぁ、甘い声だね。おぉ、oh, oh、長瀬廉君。寝ても覚めても言うだけど好きが止まらない。恋降る月夜に君を想う。難しいメロディ can we be happy? 何誰隣でずっと。loving 笑ってた。い素晴らしいキャッチ。 キャッチな歌、岸君。行く目に少し甘えすぎその発音かっこいい。何その目にずっと何前に映ってたよいたずらな奇跡はカイト君。いや、すごいね、もう。うわわわ、ビッグショット。 ビクトリー、いださ、巻き起こせ、ビクストーン 2>, 2つステージがあるのかな、右左。さあ、きた、ビクショージャニーズウエストは、ビクショー情熱は君の鼓動がくれた、答えたしげオカくエ、ビバディコバーと言いつものように元気いっぱい。お生バンドで後ろ。おっ、小太くん髪の毛上がってかっこいい。ラー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 さあラーラーラーエビバーラーラーララ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 ラ

シゲワク、ダッダタッタダッキーショット、ビッグショット、ビッショット後ろの映像もそこかっこいい。それが君の名前だ。桐山君、やりたいだけ、やればいいだけ、うまい、コ音ンとビブラート。今、マナーになれ、ビッグショット、シゲワクいいね、力かっこいい。かっこいい。あれくれた答えだ。おいいね、ステップもそこかっこいい。見えたなら、中間君。これだけできっと未来は暗いとなる。

と橋本くん。二人出会わなかった。後ろで塚田くんが手を振ってます。つぶやく君はいつものように日差しの中足早に。柔らかい声で出るね、高尾と。星、戸塚くん。星の数ほどの命のスっぱいラー。いい響きだね。さあ、河合くん。今生きるこの瞬全部後ろに映ってる塚田くん。刻んで。さあ、塚ちゃん。 時を超え、ファイブスター。繋いでく鬼は、大切なものはそう。五関君、いつだって同じ。夢集めでうわ、綺麗観客席も色がすごい、五色で。一つの星座さ海くん君、まだ見る明日へと、光を照らそう。いいね、スカく君の口の動き方。 はじジとくん We are missing. o r 君いいスーー。ご協力ありがとうございました。と、河く君。いや、すごいわ。このお客さんの世間の明かりが。さあ、セクシーゾーン。n e Hey, hey, ジャニーズフェスティバル心からジャニーズ愛していこうぜもう来ました。もうザ・ジャニーズのようなかっこいいいでたちと佐藤君。 セリフとね今生まれたこの時代の中でさあケンティ僕ら光いい顔してますね探して王子様来ました王子様さあ菊池風磨んもしへこんでも立ち止まれやしないだって松島くん時は進んでくからマイクはちゃんとここに捕まって捕まってるぶら下がっていられるようにこうね手入ってるね 心にあるみんなすごい。ちゃんちゃちゃん風が。僕らは僕らなり。綺麗なメロディー。考えてる。いやいや。うわ。きた。セクシーローズ。佐藤君。地球はいつでも回ってる。1 9十個ウーかのかっこいい。夢を乗せながらかっこいいね。 ワイルドも地球の裏側じゃいいね、ケンティー、いい顔してる。ワイルドには、うまくいい笑顔。時代を作ろう、セクシーゾーン。いや、いいね、勝利君。もうアイドル、ザ・アイドルですよ、セクシーゾーン、やっぱり。中島君、OK、最後まで割り上がっていきましょう。セクシーサンキュー出た。し、は、は、もうすごいの、止まんないね、これ。し、は,は、キスマイ。 はっはっキスをしよう藤ヶ谷君、くん世界が変わるキスキスキスその唇のフレーバーなせれで玉森くん恋が舞い上がってくさあ宮田くん離さないい <laughs> い表情してますよ離れない二階堂くん For your love さあ横尾くん My love y o l e 愛が燃え上がってくさあ来た最後千賀くん始まりはそうキスキスキスいつの時代も for your ーーローラースケートで回りながら with you 恋に落ちてゆける後ろのベースの人が kiss you ノリノリでいいですね弾いて kiss me さあ移動してきてあの大階段の方のステージに来てイエイエイヤ 二つあるんだ大階段の方とその生バンドの方と右と左に宮田くんお久しぶりの方も初めましての方も k i s イ m y トツ t 2でーすみんなすごいお客さん今日はジャニーズフェスティバルで俺たちと愛し合っていこうぜーと宮田くん出たキュンかっこいいさあファンファーレこれ何曲続いていくのこれあと1234 五曲ぐらいあるね。これ多分ね。で上からステージが降りてきました。そして平成ジャンプがえええおお、涼介くんいいロングトーン、高い音。えええすごい。考えるより動きとせい。いいね中島くん。もうそ,そんな気にさせるくらいうまい。なんて素晴らしい世界なんだ涼介くんいいじゃん。あれもこれも君もうまいね。 つける有岡くん、矢部くん、日差し汗ばむ心、知念くんと湯納くん、滲んで夏に溶ける八乙女くん、高井くん、忘られない時を刻むように、僕らの世界が動き始めるイエーイ、yeah! 凌介くんわっ、イエーイ、出た、ザ・アイドル素晴らしい はやいやいて夏のアイスにときめく心踊るウィズ夕焼けにそうやブくいいねカメラ目線君の姿に恋だと気づいたトゥルルイノークいいねトゥルルトゥル中島くんも笑顔でトゥルルトゥルトゥルトゥル t h e beginning of summer トゥルトゥル有岡くんもう誰にも止められやしない 綺麗な顔してるね、ほんと山田涼介くんは。Keep the face! 上田くん、いらっしゃいませと、へ、hey! e あ上の方にいる。今年最強のライブ始めようぜ亀梨くん上から来たよ。すごい。ちょっと狭いところに乗っかって、上から3人来ましたよ。亀梨くん。わがまま言ってたけど、ここなら言うなべい場所があったしは、信じることを、中村くん。 口で言えても傷つくからこ小さな上田くん。優しいや。優しい。歩けんサングラス踊って。疲れた羽でしゃがみ込んでいる。No, No, No, you show me the face. 必ず I'll keep it for you。この歌もメロディーいいね。一人じゃ明日見失うから。派手に叫ぶのさ、keep、the face 乗ってたやつが上に上がってきました。ほんと狭いやつだったね。あれ。トパスで燃え上がれほんの。つまらね、毎日抜け出すぜ。硬い約束さ、keep the a いいね、カラシ君も、もう、ザ・ジャニーズ。うわ、プローうわ、すごい。締めかっこいいじゃん。テテテさあ、無責任ヒーローということは感じないと。真ん中、安田君。 いきますよはいはいはいと真ん中で「おいら伝説の無責任ヒーロー」真ん中にもステージがあるんだ「夢は無限大の無限責任ヒーロー」「へい」ともうすごいはいはいはいお客さんも最初からこれノリノリですねこれ昭和と安田くへいせいまたいできました」 さあ丸山君水も淡いも手振ってる味見してきましたバーブの村上くんなんたらあいていかんたら <laughs> 面白い歌詞だねこれああ分かっちゃう横浜くんかっちゃないけど大変なんでしょう大倉くんみんながみんな不安を抱えてうすむいてるぜ さ安田君時代の流れに上がって下がってと君の人生は誰のもの全力選手。ちゃちチャ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 お客さんすごいもうまるまるやってるチャチャチャみんなの動きはすごい笑っておくれよなるようになるさ村上くんよろしくどうぞ横山くうぞくでごめんでチャ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 まタ足掛け足チャ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  お、いいじゃん横山君。ねいいよ。泣かせておくれよ。高尾と出てた。最後まで楽しもうぜーと村上君。おいら伝説の無責任ヒーロー。もう一丁と丸山君。うめんだの無責任ヒーロー。ラストみんなでーと。はい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 と。みんな一人ずつこうねトロッコみたいに乗って。ちゃ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 チャと。さあ今度はウィーク。 真ん中のまた階段のステージでニュース出てきました「いくぞワン・トゥー」声もくジャン・フォン!」「明日からまた日月かほら水木回って金土日曜夢の日々を大事にいきましょう」まったくいいね明るい顔で「明日からまた日月かほら水木回って金土日曜僕ら日々を楽しんでいきたいこうさあ行くぞー」赤い衣装でね3人で。デガデガデガ くんジャニーズフェスティバル <laughs> 月曜始まったいつもの日々まさくん思い焦がれた週末遠い綺麗に声響くね海水を慣れてきた模様美ったいご引きつったかもさこ小まくん気がつけもくよ相当重要明日の夜からの予定は未踏だからか加藤くん考えよう自由で壁をぶち壊し行こう響き抜いて心をまさく真ん中で。 僕たちは高山く過ぎたっていく低いとこ出てるね歩む心を諦めたらそこで負けだ起き楽に行こう綺麗なハモリ入った離れた日々月間ほら水木回って金曜日曜夢の日々を大事に行きましょう一応明日からまた日々月間ほら水木回って金曜日曜暮れ日々を楽しな生きめこう。 増田君ところに亀梨君と藤川く君来たよ金土日曜。今度いっぱい出てきた。大河君も歩いてジェシー君も出てきて。さあ一応明日日かららまた日月ほらくまわってきすごいいっぱい出てきましたよ。と。と。小山とイエーイ。とみんなが。 バーンと決まりまりしたよすごい人数いますよここにいやとりあえずここまででメドレーが1回マスター君が「ようこそジャニーズフェスティバルへ!」「楽しんでますか!」というところでちょっと止めときましょう長いもう30分いってしまいましたあっという間にだって止まらないんですもの1回もこのオープニングからドーッときて DD、ナビゲーター恋ル、月夜に君をもビッグショットザ・ ABC かなセクシーゾーンシーハーハーファンファーレキープザ・フェイス無責任ヒーローウィーク11曲それはかかりますよねこの30分ぐらいいやすごいすごいメドレーでしたねこれいや思いもよらぬ展開で私もずっと喋りながらだん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 ちょっとね声の出が おかししくなってきましたけど <laughs> ずっとだってメイン曲というかねあの有名な曲のおいしいとこばっかり続いてきますからこれみんなはグループごとで歌ってるからいいですけど私全部ね口ずさんでいきましたから結構仲 <laughs> <laughs> いいこと歌っておりましたけどでもやっぱりこうやって改めて聞いてみてもねあの曲自体もみんなキャッチーだし耳に残るしねお客さんもこう乗りやすいしで何よりもやっぱりねどのグループどのメンバーも やっぱこうジャニーズアイドルというねえこう看板を背負って一人一人やっぱりこうね日々えお仕事 <laughs> アイドルをしてますからやっぱこのなんて言うんだろうねザ・ジャニーズ感っていうんですかねこれはやっぱ唯一無二ですよね日本のこのエンターテインメント業界においてまあ例えばもしこうね長年のこう年表みたいなのがあるとしたらまあなんて言うんだろう あの何時代何時代みたいにこう分けていった時にジャニーズ時代って相当昔から長く今なお続いてるわけですからいやこれすごいですよねジャニーズさんが一代でこれを気づいたっていうのもねそしてこれだけのこうねたくさんのメンバーが集まってこんだけのお客さんが集まってまあこういうご時世ですから声は出せないまでもねみんなでこうやってこうペンライトを振りながら一堂に会してここでね盛り上がるというこの12月30日素敵じゃないですか。 いやーこっからまたどういう展開になるか全くわからないんですけれども、えー、今回はね、いけるところまでもしゃべり倒しまして、歌い倒しましたので、今回はここまで、開封の儀から、なんとオープニング一気に、11曲ですか、い、えー、ってしまうという、すごい展開に乗らせていただきまして、今日はここまで見させていただきました。続きはまた明日以降ということで、えー、皆さん、こんな長い動画になりましたけども、最後までお付き合いいただきまして、誠にありがとうございました。